男子ホッケーの試合風景女子ホッケーの試合風景6人制ホッケーとは6人ずつの2チームが相手のゴールにボールを入れることと競い合うスポーツである。現在は小学校や中学校を中心にして幅広い年齢層でプレーされている。シニア層のプレイヤーも増えており生涯スポーツとしても取り組まれている。特徴として 攻守の入れ替わりが素早く、スリリングな試合展開が行われることなどが挙げられる。ゴールキーパードリブル自分でボールを保持したまま前に進む技術。相手をドリブルで抜き去れば、数的有利を作れ、一気に味方のチャンスになる。しかしスティックの片面でしかボールを扱えないので、正確なドリブルをするには高度な技術が要求される。ホッケーは、 サッカーなどに比べてファールが多いスポーツである。その特徴を生かしてドリブルの際も相手を抜きにかかるのではなく意図的にファールをもらいに行くことも多い。相手のファールをもらうのは相手を抜き去ることよりも簡単にできるので相手をドリブルで抜くのが厳しいと思ったら堅実にファールを取って味方ボールをキープするようなプレーも求められる。 ボールをスティックにつけたまま体の右側で保持し、前に進むドリブル。最も基本的なドリブル。スピードを出しやすい。複雑なボールコントロールを伴わないので、ミスが少ない。また手元に集中しなくてもできるため、周りを見ながらドリブルできる。ボールを体の左右交互に動かしながら進むドリブル。相手にフェイントをかけたり、かわすときに使う。 フォアドリブルに比べスピードは出にくい。逆にスティックをボールの左右に素早く動かすフェイントをサッカー漫画のシュートのものになずらえ、日本においてはファントムドリブルと呼ばれることがある。体の左側から右側にボールを大きく動かし、相手の右側を抜き去ることを右抜きという。左抜きはその反対。ボールをできるだけ正確に幅広く。 早く動かすドリブル。抜く前に、視線やスティックの動きを疑問するなど、ホッケーにおいて1対1の基本的な部分を担う、ドリブル。相手をかわしたらすぐに前に飛び出ることによりその威力を、増す。相手が、タックルやブロックを仕掛けてきた時に、ボールを浮かして、相手のスティックの上をかわし、相手を抜き去る技術。ピックアップの応用版で、ピックアップの場合はスティックを、 ボールの下に挟むことにより、ボールを浮かすが、チョップの場合はボールを裏叩くことで浮かす。人工芝で有効な技術であるが、実践で使われることは稀である。ドリブル中に体を反転させ、ドリブル進行方向から後ろに切り返す技。そのまま前にドリブルで進むのは、難しいと判断した時に使う。ターンした後は後ろに向き直って、 バックパスや横パスを出すことが多い。自分のスティックでボールを奪いに来る。相手のスティックをブロックすること。ボールが止まった状態でガードをすると、ボールを保持している側が、オブストラクションの反則を取られるが、ボールを前に動かしながらのガードは黙認されている。ドリブルでボールをキープするために、重要な技術の一つ。自分のところへ転がってきたボールを、スティックで止めること。 弾んできたボールはスティックを立てると止めやすい。スティックでボールを打ったりをしたりして転がすこと。パス、シュート、クリアのために使われる。ゴルフのように両手をくっつけて、スティックを握り、地面のボールを打つ打ち方。最も強いボールを出せる。モーションも、比較的、小さく、短い時間で打てる。ただし安定してミートさせるには、ある一定の技術が必要であり。 初心者はもちろん中級者でもしばしば空振りしたり、ダフったりしてしまうことがある。コントロールも比較的つけにくく、ボールが浮いてアップの反則を取られることも多い打ち方である。とにかく強いボールを打てるので、ロングパスやセンタリング、クリア、距離のあるシュートなどに使う。サッカーでいうインステップキックに近い。スティックを握った手を地面スレスレまで下げて、 スティックを地面と平行にし、地面を吐くようにして、ボールを打つ打ち方。比較的強いボールを出せ、コントロールもつけやすく、ミスも少ない打ち方。ただしモーションが大きいため、相手が近くにいるときはなかなか打てない。ディフェンスラインでのボール回しや、ディフェンダーから前線へのロングパスなどに使う。両手を離して、スティックを握り。 スティックヘッドをボールにつけたままボールを押すようにして出す。打ち方。モーションが小さく、正確なボールを出せる。ただしヒットやスイープに比べボールのスピードは出ない。相手のスティックの上を通すためにボールを少し浮かして、使うこともある。ショートパスや、短い距離からのシュートなどに用いる。サッカーでいうインサイドキックに近い。 スクープボールをすくい上げて、相手プレイヤーの頭上の空中へとボールを飛ばす打ち方。ホッケーには、アップの反則があるので、膝より上にボールを浮かすことは、基本的に反則になるが、その例外の一つがこのスクープである。スクープは、相手の頭上へとボールを飛ばすため、相手のプレイヤーはそのボールが落下してくるまでは絶対、カットできない。したがって、自陣から、相手陣営と、 確実にボールを前へ運びたい時に非常に有効な技術である。ビハインドフリーヒットや自陣低い位置でのラインセットの時に特によく使われる。スクープはボールの上がり方が不十分だったり相手プレイヤーが近くにいる時に使うとアップの反則を取られる。またスクープでボールを飛ばしてもボールの飛距離が不十分だと陣地を稼げず意味をなさない。 そのため実戦で使うには安定的に30から40ヤード以上飛ばす技術が必要である。もっぱらペナルティーコーナー時のシュートとして使う打ち方でボールを地面で引きずった後浮かして飛ばす。プッシュの応用版と言える。スクープに似ているがスクープより軌道が低く速いボールを飛ばせるのが特徴。ペナルティーコーナーの時はヒットシュートは浮かしてはいけない。一方で フリックシュートは浮かしても良いので、ゴール上隅を直接狙うことができる。フリックは、ヒットに比べてスピードは出にくいが、狙えるゴールの面積が広いのでペナルティーコーナーの時に重宝するのである。ホッケーでは普通体の右側にあるボールを打つが、このリバースヒットは、体の左側のボールを打つ特殊な打ち方である。スティックを地面にと平行に抜かし、エッジを使って打つ。 完全にマスターすると非常に強いボールを打てる。体の左側にあるボールを右側に持ち替えずに、そのまま、シュート、クリアできる。レフトサイドのポジションは、左側でボールを操作する場合が、必然的に多くなるため、レフトサイドのポジション、特に、レフトウィングには必須技術とも言える。また、6人制ホッケーでは、数年前まで安全面でのことなどから、 リバースヒットは禁止されていたが、現在は認められている。相手ゴール前で、味方からのセンタリングパスや味方の打ったシュートに、スティックで触り、ワンタッチで、ボールのコースを変えて、ゴールを狙うこと。ホッケーでは、サークル外からのシュートは、得点にならないが、サークル外で打ったシュートを、サークル内で、他の選手がタッチしてからゴールに入ればもちろん得点になる。 ホッケーにおいては、ディフェンスの際もスティックの表側しか使うことができない。スティックの裏側でボールに触ればバックスティック、体でボールを止めればキック、体で相手の動きを妨害したらオブストラクションと様々なファールを取られる。したがって、ディフェンスの際はスティックの表側という限られた面積をできるだけ有効に使うことが必要となる。具体的には、 ホッケーのボールは基本的には地面を転がっているのであるからディフェンスの時はできるだけスティックを地面に平行に近い位置まで下ろしボールに対してアプローチできるスティックの面積を増やすことが重要であるスティックを地面に下ろすためには腰を低くしなければならない同時に相手の切り返しやスピードに対応できるようなフットワークも必要になるスティックを地面に下ろして 相手の保持するボールに対して振って奪うこと。スティックを地面に下ろしたまま、相手の進行方向にあらかじめ置いておいて、ボールを奪うこと。片手で持ったスティックの先端で、相手の保持するボールを突くこと。ボールを奪うことももちろんだが、たとえ奪えなくとも、ジャブを突くことで相手に対して、プレッシャーをかけ、ミスを誘発することができる。このことから、相手をチェックする場合、 ジャブが利用される。また相手の視野を狭くさせて、複数のディフェンダーで囲みやすくする。ジャブを出した後の体勢は、隙が大きいので、出したらすぐにスティックを引いて、元の構えに戻ることが重要。ホッケーでは、スティックの片面しか使えず、なおかつ左利き用スティックというものが存在しないために、すべての選手にとって、 自分の体の右側でボールを扱う方が左側で、扱うより簡単である。したがって、ホッケーでは、右サイドからの方が攻めやすく、左サイドからの方が攻めにくい。したがって、右サイドのポジションの方が攻撃における役割が大きく、左サイドのポジションの方が守備における役割が大きい。二から一から二システム、リングッド RW、CH、LBRB、 GK3 から2システムリングウッド CFRWLBRB3 から1から1システムリングウッド CFRWCHDF1 から3から1システム CF リングウッド CHRWDF ありがとうございます。